はい、潰していきます。牛乳入れます。はい、マヨネーズ入れます。塩を入れます。胡椒を入れます。バジルを入れます。はい、最後にちょっと醤油を入れます。冷えたらですね、1日置いといた方がうまいので、冷蔵庫の中に、入れておきます。ピーマン切ります。マッシュポテトをのせます。ドレッシングをかけます。はい、食べます。うまい。マッシュポテト。時間を置いた方がうまいっすね。これガーリックが効いてますね。かなりうまい。はい、ちょっとかけますね。はい、食べます。これうまい。ちょっと辛いんですけど、あれコストコで買ったんですけども、ささみに合いますね。うまい。